Hey, ビッキー。今日もここ時間貸しのリノベーション体育館、みんなの体育館ヤバセでビッキーがラートに挑戦。運営会社は秋田ノーザンハピネッツ、オフィシャルパートナーで除菌消臭水アイポッシュでおなじみの株式会社ローカルパワーです。さあ、そして本日も高橋康彦選手にご登場いただきましょう。高橋選手といえばラート競技世界選手権チャンピオン、全日本選手権8連覇。そんな高橋選手にご指導いただき、前回ビッキーはラートに挑戦、見事直転2回転を大成功。そして本日はどんな技に挑戦するのか、高橋選手本日もどうぞよろしくお願いします。ビッキー、直転2回転簡単にできちゃったから、簡単だったでしょ。今度シーソーにも挑戦してみよっか。どう、ビビってる？やる？やってみる。よし、じゃあシーソーにも挑戦してみよう。頑張れ。やる前にまたアイポッシュで除菌をしてから、じゃあ挑戦していこう。こう思ってそのまま立ち上がってみて。いいよ、立っていいよ。お、息重いね。よし、そしたら引き上げるから、これ高さ大丈夫？大丈夫よっ。上げるよ、上げるよ。おっ、じゃあ片足伸ばしてバランス取って、片足伸ばして、そう、バランス取ったらゆっくり着地するよ。着地着地着地、そうで乗る。ビッキー上手。 OK、 乗って着地。ビッキーうまいね。OK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 。 よし、座りシーソーにも挑戦してみよう。座りどういうのか教えるね。ビッキー、じゃあこっちからこう座ってみて。あ、そ、あ、ビッキー、ビッキー気をつけて。ビッキーさ、ビッキー外側から行こうか。ビッキー頭ぶつかっちゃうから。じゃあここからここに足をそう出して、いいよ、座っていいよ。いいよ。大丈夫？ビッキー乗せて、よいしょ、で座る。 OK かな。はい、じゃあ上げるよ。はい、じゃあそのまましっかり捕まっててください。でよっ、高くても大丈夫そう？大丈夫。お、いいね。そのままじゃあ後ろに寝ていって OK。 よし、 OK。 いいね、ビッキー上手だね。よいしょ。はい、じゃあこれも余裕だったら上で手上げてポーズ。ビッキーポーズ、ポーズ、あっち向き、あっち向き。ナイスポーズ。いいね、さすがビッキー、もうお手の物だね。ナイス。ビッキー、シーソーどうだった？楽しかった？簡単だった？いや、ビッキーもうちょっとねできないかと思ってたんだけどね、意外とうまかったね。上手だったね。もっとやってみたい。なんかもっとできるようになりそうな気がするね。じゃあこれからもちょっと練習だとうまくなるようにやってみよっか。よし、じゃあやってみよう。秋田ノーザンハピネッツスポーツアカデミーではジュニアスポーツ教室とラートスクールを開講しています。メインコーチは自分が務めています。詳しくはホームページからご覧ください。皆さんお待ちしています。